買ってんだから名前ぐらい分かんなきゃダメだよね。第1回名称クイズ。どうも、一緒のハルキと、カイトと、ロセと、ウォッチ。はい、ということでですね、はい、まあ、この世のものにはほぼほぼ名称というものがついております。僕たちは名称は未設定という名称がついております。はいはいはい。まあ、例えばなんですけれども、こちらのボトルガム、大体ガムって呼んでますよね。はい、はい、そうですね。これの正式名称分かりますか？爽やかガムみたいな。全然違えよ。落ちた。こいつの正式名称、シュガーレス粒ガムだよ。わかんねえよ。難しすぎる。わかんねえ。もう買うなって話なんですよ。物を買うときはしっかりそいつ物に対しての敬意を払ってね、そいつの本名を理解しないといけないんですよ。だって友達作るときにずっとマッツンマッツンって呼んでたら、なんか実は本名がなんか全然違った田中とかだったらどうすんのって感じでしたね。まあ確かに、確かにそれはね。というわけで今回は物の名称当ててみようです。やっていきましょう。はい、はい、今回はそれぞれ2つずつ名称のクイズのものを買ってきてもらいましたので、はいはいはい、我こそは1番手がいいという方。はい、おお。それでは乗せの第1問。はい、はい、こちら、ご飯にかけるゆかりでございます。はい、はい、この人はなんていう名前でしょうか？ゆかり、そもそもゆかりって何？なんかを調理してゆかりって名前になったの？ゆかりの説明をしてるわけじゃないからね、それは。ふりかけか乾燥なんたらなんだよ。そう、俺も乾燥なんとかだと思ってた。ふりかけもともと乾燥してるんだったら乾燥いらなくね？せーの、しそふりかけ。なるほど。こちら名称なんと赤しそふりかけ。うわー、マジ赤いっすよ、ゆかりは。じゃあ第2問お願いします。寝るのだというね、睡眠の質を向上させる飲み物かな、栄養剤みたいな、うん、俺らも一応名所探してる時にさ、ジュースとかを一応パッと見んのよ。だいたい炭酸飲料水か清涼飲料水なのよ、うんうんうん、あ、いや俺は清涼飲料水に1票だけど、他いいのがあるんだったらそっちでも全然。もっちに任せるわ、うん、お前の判断でいいよ。じゃあ答えをどうぞ。せーの、睡眠導入ドリンク。なるほど。答え、はい、清涼飲料水です。おわーい。やっちゃった。おい、もちの一問。はい、これです。うわうわ、離乳食ですね、これは。あ、離乳食か。離乳食、離乳食はやべえ。いや俺はもう多分そのあんま離乳食だと思う。俺はなんかカップ麺とかだったら即席麺とかな。うん、はい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 。答えをどうぞ。せーの、即席離乳食。なるほど。答えは丼物の素。なぜ？うわ、本当じゃん。うわ、キモ。なんで？ちなみにこの離乳食を選んだ理由が、他にはなんとか離乳食ってついてたんだけど、これだけ丼物の素とかだったの。激ムズで持ってきてんじゃん、お前。第二問。はい。小籠包。うわ、しかも20%。じゃあ20。待って。いや、どうだろう、これ冷凍食品だよ多分。シンプル小籠包。いや、それはないだろう。なんか中華なんちゃらじゃない？難しいんでヒント言うと、うん、簡単じゃないっす。難しいんでヒント言うと簡単じゃないです。何その同じ言葉。ひらがなです。ひらがな、小籠包。あー、いや、逆に俺らが知ってる単語？俺も知らないこの単語。無理やん、じゃあ。無理やん。大喜利じゃん、これは。で、わからん。これのワンチャン読み方かもしんない。知るともうにょふやんみたいな感じってことがいい。かな？え？答えをどうぞ。チルドシュルンプル。発音よくしたやつのひらがなってことね。そういうことです。ありそう。でも答えはチルドパオズ。うわあ、あとだった。うわ、いやだってチャオズが餃子じゃん、うん、餃子の親戚だから。うわあ、そう、ダメ。言ってんだマジで。小籠包って書けよ。カイトのターンですね。はい、はい、家の俺の部屋をちょっとガサガサやってたら急にポロって出てきたやつなんだけど、おお、電話式のイヤホンになってる。3単語ぐらいかな。3単語、うん、テレフォンは範囲じゃね。機械に強い人なら出てくる言葉。マジ？オーディオなんとかプラグなんかさ、海外の人ってさ結構見た目から名前つけるじゃん、うん、ちょっと蜂のあれっぽいじゃん。あー、ニードル。そう、ニードルプラグ。ああ、待ってごめん、あの多分ニードルプラグっていうのを分けるんだとしたら4単語。ああ、じゃあ、じゃあニードルプラグ入ってんのかーいって。いや入ってないよ。おい、おい、ジャックじゃん。ジャック、あ、来た、ジャックだな。ジャックです。どうぞ。
せーの、ジャック挿入式ヘアポン。答えはスマートフォン用テレフォンレシーバージャック。なーい、言ってしまえば4ターンだ。でですね、2問目。はい。じゃじゃん。おお、ハリボー。ハリボー組ですね。ゲームってないよ。危ない危ない危ない。全員目悪いから。多分まず第一に浮かんだもの、それは絶対違う。グミは違う。グミは違うんだよな。チューイング違う、チューイングキャンディは違うもんな。他のグミちょっと見ちゃったけど、うん、グミだったよ。の中でもグミじゃないってなると相当ピーキーな、うん、やばいな。それでは答えをどうぞ。せーの、クマガタ菓子。おー、このお菓子の名称はじゃじゃん、キャンディ。おーい、キャンディ。なぜっていうね。おー、グミだろ。では僕の第一問、こちらでございます。ピコピコハンマーだ。だよな、ピコピコハンマーしか出てこない。ハンマーではないか。ハンマーだろ。これオートヒントですか。全然。ダメやん。叩いてかぶってじゃんけんぽんハンマー。それ専用なの。それでは答えをお願いします。せーの、おもしろハンマー。はい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 、正解発表ですね。ノックアウトハンマーです。うわ、ノックアウト1000。そうなんです。じゃあ第2問、はい、こちらでございます。こっからもーん、レモンだな。清涼飲料水。やば、なんか感じ臭くね、こっかレモンは。なんとか汁、なんとか汁じゃね。これさ、一人ずつ決めてさ、負けたやつ飲まね。ありです。じゃあそうする。俺は自分の信じた道を行く。それではカイトくんから。はい、これしかない。酸味料です。はい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 、酸味調整料です。ほう、おー、なんかやばい気がすんな。調味レモン汁。レモン入ってきた。では正解発表します。はい、はい、こちらのポッカレモンの名称、レモンジュースです。えぇ、化学反応型接着剤です。もう接着剤が入ってないよ。よし、行くぞ。出ましたな。動くな、動くな。動いたら増えますね。行きます。